自分を見つめ直す感覚が鋭くなる時でもあるので、自分を見つめると特に運気やお金の変容が起きやすくなります。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていく、のりこちゃん、ねる。始まります。で、私は心からの豊かさを伝えていて、みんながハッピーに元気になるようにお伝えしています。まあ、LINE もやっているので、よかったらぜひ私とつながってくださいね。さて、5月16日は一粒万倍日と辰の日の最強のダブル開運日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、5月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、朗報です。この日の朝7時から9時までの2時間はさらに強力に働くラッキーパワー時間で、特に仕事運や出世運、勉強運が上がります。まあ、仕事運や出世運が上がるために、家族が開運アクションしても大丈夫です。これで旦那様が出世する方も多いんですね。この時間にできたら何でもいいので開運アクションしてみてね。ということで、この日は一粒のもみが大きな稲穂になるということから名付けられた一粒万倍日でもあって、この日にスタートしたことは大きな成果になって帰ってきます。そして機運の上昇気流に乗る辰の日は、口座を開設したり、貯金をする、財を貯める、投資をする、商売繁盛、夢を叶えたい人、さらには仕事を高めたい人、繁栄させたい人、起業したい人も辰の日のアクションで龍神様のご加護が得られます。まあ、龍神様は昇竜のように運気や金を上昇させていきます。まあ、龍神様を味方につけたい人は、特に辰の日に運気アップのアクションやお金にまつわることを行うといいです。昨日の15日もダブル開運日でしたが、今日はもっとパワフルなダブル開運日になりますからね。そして16日は、家族などを心配しすぎてしまうと問題がぶり返してしまう日でもあるので、大丈夫だと自分の家族を信じてあげるといいです。それが運気や金運を上昇させていきますからね。ということで、この最強のダブル開運日にやったらいい開運アクションを6つお伝えしたいと思います。まずこの日にやったらいい定番の開運アクション、一つ目は開運フード。最初に金アップフードはとろろ。粘りが強いので金を引き寄せる粘り強さを持っています。栄養素がたくさん含まれているので、健康も一緒に上げていくことができるんです。健康な体は心の安定につながって、それが金アップの土台になっていくので、運気も金も最強に上がっていきますからね。そして次に、キョンアップフードは、そば。細くて長いので、キョンを手繰り寄せてくれるパワーがあります。そば粉が多いほど、ポロポロと切れるんですが、役を切ってくれる意味もあって、ネガティブなものを手放すことができます。嫌なことを浄化するパワーもあるので、運気が上がって、キョンも一気に上がっていきますからね。そして、ラブンアップフードは、あんこ餅。甘い和菓子はラブンを全体的に底上げしてくれる効果があります。あんこに使われている小豆には体の中の余分なものをデトックスしてくれる効果もあるので、美容も一緒に上げていくことができるんです。邪気を追い払ってくれるパワーもあって、いい運気をチャージすることができるので、ラブンが急速に上がっていきますからね。そして次に、この日にやったらいい2つ目の定番の開運アクションは、神社参拝。辰年の辰の日でもあるので、特に龍神様が祀られている神社に行くといい日です。または機運のご利益がある神社仏閣にお参りしたり、氏神様や産砂様に行くのもおすすめです。そしてこの日は、神社仏閣やパワースポットで大きく呼吸をすると大吉で、大きく呼吸をして体が緩むイメージをすると願いも早く叶います。まあ、神社ではお金の宣言をしたり、叶えたい願いの宣言をすると願いを叶えるパワーを高めていくことができます。願いと一緒に日頃の感謝や願いが叶ったことがあったら、その感謝も伝えるといいエネルギーをチャージすることができて、お金も万倍になって帰ってきますからね。
さらに効果を上げるために木っぽいの神社仏閣や木運にご利益がある神社仏閣に行くといいです。その場合はこの日場を参考にしてね。木っぽいは簡単に波動を上げて運のポイントが爆体に上がりますからね。そして次に3つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番の金運アップ掃除。この日はリビングの床の掃除をする。まあ、家族や人が集まる場所でリビングの床には汚れが溜まりやすいです。いつの間にか家族個人の持ち物がそのまま床に置いてあることもありますよね。床の面積がたくさん見えている方がいい運気が溜まるので、金運も一緒に上げていくことができて、家庭運も上げていくことができます。個人の持ち物は各自整理整頓して掃除機をかけたり、床を水拭きや専用のクリーナーで拭き上げてもいいですね。人が集まる場所だからこそ床が掃除してあるとみんなが気持ちよく過ごすことができるので、家族の運気もどんどん上がって、気運も強力に上がってきますからね。そしてこの日にやるといい4つ目の開運アクションは、自分自身を見つめ直す。自分を見つめ直す感覚が鋭くなる時でもあるので、自分を見つめると特に運気やお金の変容が起きやすくなります。今の自分を見つめ直したり、ここから3年後や5年後10年後に自分はどうなっていたいかなとゆっくりと考える時間を取るといいですね。今の自分に特に不満はないと思っていても、自分を見つめ直すと今まで気がつかなかった自分の奥深い部分にある本当の気持ちとか自分の可能性に気がつくこともあるんです。自分のことがよくわからないなと思うときは、自分のことをよく知っている家族とか友人と一緒に行うと、自分のことを客観的に見てくれるので、足りないものとか必要なものを教えてもらったりもできます。今の自分はどんな存在なのかを確認して、今後自分はどんな風に生きていたいのかを考えていくと、運気も波動も上がってって強力にお金のパワーが降り注いでいきますからね。次にこの日にやるといい5つ目の開運アクションは、募金をする。まあ、できる範囲で募金をすると必ず幸運な出来事、お金が返ってきます。まあ、募金はね、社会貢献になって困っている誰かのためになれた、自分の行動が貢献につながるんだっていう気持ちが自分の徳を積むことになります。ただね、募金をするときに見返りを求めないことが大切なんですよ。見返りを期待してしまうと逆に機運や運気が下がって徳も積めなくなっちゃうんですね。募金をするときには、これが見知らぬ人の助けになるんだなとか、困っている人が豊かに暮らせますようにと心地よい気持ちを大事にしてくださいね。その前向きな思考やポジティブな気持ちが機運や幸せを引き寄せていくので、幸運もお金も万倍になって帰ってきますからね。そして最後にこの日にやるといい6つ目の開運アクションは、マッサージ店に行く。人の手でコリをほぐしてもらうのって気持ちよさもあって、リラックスや安心感を感じることができます。今はいろんなマッサージ店があって、おしゃれな内装だったり、癒し効果のある音楽で心地よい空間だったり、寝転ぶマットレスが高級だったりと、お店を選ぶのも楽しいですよね。マッサージをしてもらうと体のコリがほぐれて、血の巡りも良くなって、体の中の気の滞りも流れていくので運気が上がっていきますからね。そしてこの日のラッキーカラーは紺色。落ち着きや冷静さを与えてくれるパワーがあります。人間関係や仕事で疲れている時に身につけると精神が落ち着いて、自分の内面に意識が向きやすくなるので、冷静に物事を判断できるようになります。今まで気がつかなかった自分の思いとかアイデアにも目が行きやすくなる色なので、身につけると波動が上がってって運気が上がってきますからね。というこの日は幸運や機運上昇パワーのエネルギーが流れているので、運気をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、幸せやお金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。そしてこの動画を見るだけでも波動はアップしますからね。
楽しんでお過ごしください。それではこの辰の日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。次は私の番と願っていたら、臨時収入が160万円も入りました。嬉しい。また高級化粧品を知り合いからたくさんいただいたり、お肌も綺麗になり、嬉しいことばかり続いていますという方。体験談、今日5万円の臨時収入がありましたという方。こちらの動画を何回か見た後に、今日、不思議な臨時収入がありました。ほんと不思議なんです。ちょっと給料日までに少し欲しいなぁなんて思っていたら、思いがけないところから臨時収入が、びっくりですっていう方。宝くじ、高額当選しちゃいました。ありがとうございましたという方。おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。あと、予祝のコメントを書くときは予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手入れようね。おまけ。いつもみんなありがとね。今日は神社のパワーをお届けします。こんにちは。今日は香取神宮に来てます。私は香取神宮のこの黒い建物がとっても好きです。ここのパワーをお届けしますね。じゃあね。